はい、こんにちは、しあすかです。心の理解をみんなの幸せということで、心理学講座の第141回になります。はい、前回のまとめです。課題そのものが具体的かどうかよりも、経験による知識が推論する上では重要であるとする考え方を記憶手がかり説というふうに言うということですね。長期記憶にある具体的な知識を重視した考え方と。ただ、記憶手がかりのみに基づいて推論を行っているとすれば、その適用範囲は経験した事柄に限定されてしまい、応用が効かないということも併せて理解しておきたいというお話をしています。はい、ご視聴感謝してます。今回第141回のテーマは実用的推論スキーマです。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回はですね、3つですね。まず論点を整理して、そして問題と結果、そして最後にこう実用的推論スキーマとはということでやっていきたいと思います。はい、まず論点の整理ですね。ウェイソン選択問題というのをやっています。でウェイソン選択問題というのは非常にこう単純シンプルな問題なんですけれども、正答率が 4% ということで、非常にね、正しい答えを導き出すというのは難しいということでやっているんですね。じゃあそのウェイソン選択問題を1問題そのものを個別具体的なものに変えたらどうなったかっていうことで、正答率が 88% に上昇しましたということでね、個別具体的な事例だったら人っていうのは正しく推論できるということで、それを主題内容効果ということで解説したんですね。で、また別の視点から問題をその実験参加者が体験があるようなそういったものに変えたら、体験による知識を使って推論できるようなものに変えたらっていうことで、それが前回だったんですよね。それが正答率が 73% に上昇して、記憶手がかり説ということで、人は過去の経験記憶に基づいて推論をするから、過去の経験記憶に、で実際体験がありそうなものであればね、かなりの確率で正しいことを推論できるっていうのが前回の記憶手がかり説だったわけです。でどちらの理論がより妥当なのかということで、主題内容効果っていうのは、人は個別具体的な事例だと推論しやすい。つまり、与えられる問題が大事なんだとね。与えられる問題が抽象的な問題だったら、なかなか難しいんだけど、その与えられる問題が個別具体的だったら、正答率が上昇するということで、問題の側がどうなのかっていうのを重視しているのが主題内容効果なんですよね。でそれに対してこう記憶手がかり説っていうのは、人は体験がある事例だと推論しやすいということで、解く側ですね、問題の方じゃなくて解く人間の方に体験があるかどうかっていうのを重視しているわけです。で解く側に体験があれば正答率が上昇するという説なんですよね。でこれを今まで解説してきているわけです。でそこでその中間じゃないんですかとね、もちろん問題が個別具体的な方が推論しやすいけれども、人っていうのはね、体験をもとに推論するので、その中間、その両方じゃないんですかという仮説がの研究が行われたんですね。それが今回解説する実用的推論スキーマというものになります。はい、そこで問題ですね。もし片面が入国であれば、裏面の予防接種リストにこれらが含まれている。このことを確認するためには4枚のカードのうちどれを裏返せば良いですかということで、もう今回はね、4枚のカードとそれに対しての回答解説っていうのはもう省略しました。もう基本ウェイソン選択問題をただ表現を変えただけです。で、これはですね、実験参加者にはウェイソン選択問題を日常生活に馴染みのある表現で出しましたということでね、偶数です、奇数ですみたいな、そういうね、こう抽象的な表現ではなくて、実際にね、こう日常生活でありそう、例えばね、飛行機に乗ったことがある人であれば、検査場でね、なんか見かけたことがありそうな、ちょっとね、日常生活にかなり近いような表現で、ウェイソン選択問題を提示しているわけです。でそれは主題内容効果を確かめたいということなんですよね。その抽象度がすごく高いね、数学的な問題の出し方をするんじゃなくて、個別具体的な事例ということで出したわけです。ただ、この問題を解く場合に、実験参加者の中には、その問題に対して体験がある人、例えば飛行機に乗ってね、なんかこう検査場で検査を受けた、もしくはその検査を見かけたことがある人と、体験がない人ですね。例えばその飛行機に乗ったことがないとか、空港に行ったことがないとかね、何のためにそんなね、検査をしているのかっていうのがね、ちょっとこう過去の記憶では想像できない人。
その両者が入っているということです。で、これは記憶手がかり説っていうのをこう確認したかったわけですよね。で、すると、体験があった実験参加者のみで正答率が上昇したということで、やっぱり記憶手がかり説っていうのは妥当だということなんですよね。人っていうのは長期記憶に基づいて、過去の経験記憶があれば、それをもとに推論するということは、まあ妥当だということがわかるわけです。しかし、その後ですね、要するにこう、じゃあね、実験参加者の中には、ね、体験がなかった人もいるわけですよね。飛行機に乗ったことがないとかね、その飛行場でなんかそういう検査っていうのを、目の当たりにしたことがないとか、体験がしたことがないとか、その体験がなかった人たちっていうのは結局正答率が上昇しなかったわけですけど、その体験がなくて正答率が上昇しなかった人たちに、ちょっと問題文をね、詳しくしたわけですね。病名は旅行者が受けた予防接種のリストであり、旅行者がこれらに免疫があるか確認するため、ね、この理由っていうのが大事なんですよね。人間っていうのはこうなんかね、理由っていうのを追い求めているところがあるんですけれども、このことを確認するために行ってるんですよということを問題文にね、付け足したんですね。という、こう、理由付け、何のためにそういったことをやってるのかっていう、こう、理由付けを教えると、ね、体験がなかった人でも実は正答率が上昇したということが見られたわけですね。ということは、やっぱり主題内容効果っていうのも妥当だと。問題文が変わるだけで、体験がなくても正答率が上がるということがやっぱり分かったわけです。だから、記憶手がかり説も妥当だし、主題内容効果も妥当だということが分かったわけですね。で、それで今回の実用的推論スキーマということになります。スキーマっていうのはね、復習になるんですけど、簡単に言ったら、こう、思考の枠組みですよね。こうなんか人っていうのは脳の中に、心の中になんかこう知識を整理する整理ダンスみたいなのを持っていて、その整理ダンスのことを、まあ、スキーマっていうんですよね。枠とか枠組みとかね、知識構造とか、そういったものをこうスキーマというふうに言ってるわけです。だから人っていうのは何らかの情報を得た時に、まあ、本人なりにはその知識っていうのをね、なんかこう知識の整理ダンスみたいなものにこう収納しながらこう体系化していってるんですよね。その枠、その箱のことをこうスキーマっていうふうに言ってるわけです。で、そのスキーマに関してはね、もう復習になるんですけども、実用的推論スキーマっていうのは何かっていうと、1、日常生活の経験から学習された原因と結果に関する思考様式ですね。こういうふうにこう人は思考するという、この思考様式のことを実用的推論スキーマというふうに言うわけです。日常生活の経験から学習されたということなので、まあ、記憶手がかり説ですよね。2、もし行為 A が許されるためには、前提条件 B が満たされなければならないという形を取るということで、もし何なんならば何なんを満たす必要があるということでね、これは主題内容効果に関係するところです。で、つまり3、経験による具体的知識ですよね。記憶手がかり説みたいな、経験による具体的知識と、抽象的規則ですね。こう主題内容効果に関係する、ね、抽象的な規則の中間に存在する中程度に一般的な知識構造。ね、時代を超えて国を超えて、ね、民族を超えて個人を超えてっていうほど抽象度が高い、知識ではないんだけれども、ね、体験が全てみたいな、そういうね、ものすごく抽象度が低い知識でもないと。その中間ということですよね。すべてのね、時代を超えて国を超えて民族を超えて個人を超えてっていうほどの知識じゃないんだけど、ね、その中間、個別具体的な知識との中間のもの、これを実用的推論スキーマというふうに言ってるわけです。なので、抽象度が高いのは抽象的な規則ですよね。もう本当に数学とか科学の世界ですよね。2たす2は4とかね、3かける3は9とかね。こういったのはもう抽象的な規則ですよね。抽象度が高いわけです。だから2たす2は4とかね、3かける3は9みたいなものっていうのは、ね、時代を超えて国を超えて民族を超えて個人を超えますよね。まあ、もしくはその宇宙の真理、変化とか、もしくは地球の真理、万有引力の法則とか、ああいったのは抽象的な規則ですよね。で、これは抽象度が高いわけです。で、その対極にある、全く反対にあるのが一番下の経験による具体的な知識ですよね。本人が30年、40年、50年で何らか知識、経験して、それをね、本人なりにこう意味付けして知識化したわけですよね。ただそれは本人による経験
に基づく知識だからかなりこう応用範囲が広いわけです。具体的現実的ですけど応用範囲が広い狭いわけですね。応用範囲が狭いものが一番下の経験による具体的知識ということになります。まあ、極論本人にしか当てはまらない場合もあるわけですよね。なんですけど人っていうのは推論するときにはその中間で、まあ、どっちにね近いかっていうのは人によって違うと思うんですけど、どれぐらいこう抽象的な思考っていうのをね日頃する習慣があるかっていうことによるわけですけど、まあ、多くの場合は 99.99% の場合はその間、実用的推論スキーマ、抽象度が中程度の知識を使って人っていうのは物事を考えてるんだろうということが今回のまとめということになるわけですね。つまり推論には中程度に一般的な知識構造である実用的推論スキーマ、ね、抽象度がすごく高いものとそれから個別具体的なものの中間を使って人っていうのは物事を考えているというふうに考えているわけですね。それがこう実用的推論スキーマということになります。人っていうのはこのね頭の中、脳の中、心の中に実用的推論スキーマというのを持っていてね、その現実と、まあ、抽象的な世界ですよね、現実、個別具体的な現実のものとそれからこう数学的科学的なもののその中間の知識を使って問題解決に当たっているんだろうと、実用的推論スキーマというものを使って推論しているんだろうということになります。はい、ということで今回のまとめですね、実用的推論スキーマっていうのは、ね、抽象度が中程度の知識ということになります。推論には中程度に一般的な知識構造である実用的推論スキーマが使われていると考えられているというお話です。はい、次回は社会契約説というテーマの予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、何らかあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。